オイいンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州のフェルデン軍に、属す単一自治体の町村である。オイいン町は、ベーザーカワウガンのアヒマーオイター丘陵に位置する。住民の約49%が男性、51%が女性である。外国人比率は3.7%と大変に低い。外国人は62カ国からオイいンに来ている。西にブレーメン。 北にタったスベルク南にアヒムが、オイいンと境を接している。距離は以下の通り、この町の議会は30人の議員と町長からなる。オイいン町は1953年に紋章を採択した。ズンガラ、赤字に銀の並帯右側は、金の柄と銀の先端を持つ隙。左二つの金のどんぐりをつけた銀の多くの、 枝鉄道街の中心から約3キロメートル北側に、ドイツ鉄道ブレーメンハンブルク線の駅がある。ザーゲホルン駅では、ブレーメンを迂回して、ドライエへ向かう貨物線が分岐している。南に5キロメートル離れたアヒムには、ドイツ鉄道ブレーメンハノーファー線の追い点にとっては、より重要な駅がある。道路、追い点は、アウトバーンのブレーメンジャンクションがあり、また、 連邦道 B75 号線沿いで、ブレーメン市に隣接する大変に交通の便が良い場所に位置する。追い点は、ブレーメンジャンクションの 3km 北に位置し、A1 号線には、追いンインターチェンジがある。アウトバーン A1 号線沿いに、追いン産業パークがある。A1 号線は、追いン付近では3車線であるが、 拡幅工事が行われており、2011年から2012年に完成予定である。この産業パークは交通の便が良いことから順調に発展している。はじめこの産業パークは約1ヘクタール程度であったが2009年7月9日に東側に11ヘクタール拡張された。これにより産業、工業用地として利用できるようになった。産業パークには 様々な職種の企業が進出している。機械製造、サービス業、運輸業がその重点である。産業パークは、おいてんとその周辺地域の2000人以上の雇用を担っている。ドイツ全土、ヨーロッパ、あるいは中には、世界中で活動する企業もこの産業パークにはある。最寄りの病院は、アヒムのアラーベーザー病院やブレーメン市内の病院である。保健救急医は、 アヒム病院の救急科が担当している。オいテン郷土クラブ、アコーディオン、オーケストラオいテンブラスカペレオいテン合唱団、アンタイトルドが町の文化生活の充実に貢献している。週刊誌、シュテルンのカートゥーン、テッチの作者とイラストレーターは、空のバンイトンと、平家、バンイトンで、彼らによっておいてという町の名前は全国的に知られることとなった。 この町最大のスポーツクラブは t b o イテンと TSV バス線である。1911年に設立された t b o イテンは女子ハンドボールチームで全国的に有名である。また、両クラブは共にサッカーが活発である。ペスタロッチ通り学校センターに体育館と2面のサッカーグランドがある。サッカーグランドには陸上トラックが付属し、ナイター設備が整っている。 さらには、ハンドボール場や、人工芝の小競技場、スケート施設もある。ヤーン通りのスポーツ施設移転計画に伴って、2009年に新しいスポーツ施設の建設が始まった。ここには、人工芝の競技場が設けられる。さらに新しい体育館の建設も計画されている。TBO 移転のクラブハウスにも、新しいグランドがある。こうした施設を合わせるとこの街は、 フェルデン郡で最も大きなスポーツ施設を提供している。住民の多くはプロテスタントのルター派教会を信仰している。この他にカトリック教会の信者もおり、その教会は町の中央に位置している。この他に無宗教の者やイスラム教徒もいる。2007年時点での人口比は以下の通りであるプロテスタントルター派53.7% ローマカトリック7.2%、その他あるいは無宗教38.1%。ありがとうございます。